大モーリタニアの領域大モーリタニアは、モーリタニアの民族統一主義者が用いる概念である。その領域は、西サハラの他に、サハラ砂漠西部のムーア人やサフラウィ人の居住地域を含む。1977年のモクタルールドだった初代大統領大モロッコの領域1957年後に、 モーリタニアの初代大統領になるモクタルウルドだったが、スペイン領サハラを指して最初にこの言葉を用いた。1960年、モーリタニアが独立を果たしたが、モロッコは承認しなかった。1969年、モロッコとの間に国交が結ばれた。1970年、スペインが植民地を放棄し、再び大モーリタニアの主張が広まった。 モロッコが大モロッコを目指して国境を南下させることをモーリタニアは恐れた。この大モロッコは西サハラだけでなくモーリタニア全土も統合する概念である。西サハラはモロッコとモーリタニアで分割統治を始めた。1973年独立を目指す住民がポリサリオ戦線を結成した。後にアルジェリアとリビアの支援を受ける。1975年 国際司法裁判所は、西サハラの住民に、民族自決権を認め、モロッコへの併合モーリタニアへの併合独立国家の3つの選択肢から望むものを選べるとした。1976年、サハラアラブ民主共和国が建国されたが、アルジェリアのアルジェに拠点を置く亡命政府だった。1978年、モーリタニアは、ポリサリオ戦線に敗れ、だったは失脚した。 1979年、モーリタニアは西サハラへの領土主張を撤回し、ポリサリオ戦線を正当な代表と認めた。モロッコとの関係は急速に悪化し、クーデターを仕掛けられたことから、ポリサリオ戦線やアルジェリアに接近した。後にモーリタニアは、サハラアラブ民主共和国と正式な国交を結ぶ。現在のモーリタニアでは、 どの主要政党も大モーリタニアを目指しておらず、国民も求めていない。引き続きサハラアラブ民主共和国を承認しているが、モロッコとの関係も修復した。現在は未解決の西サハラ問題からの撤退を目指している。ありがとうございます。